こんにちは。株式会社 IBJ 代表取締役社長の石坂茂です。今回は当社の IR コンサルティングをお願いしている株式会社フィナンテックの小田さんにもご出演をお願いいたしました。お招きいただきましてありがとうございます。株式会社フィナンテックの小田と申します。それでは本日は2022年12月期第一四半期の決算について石坂社長に詳しくお話をお伺いしてまいりたいと思います。それでは早速ですが、石坂社長、はい、会社として第一クォーターの、決算の印象はいかがでしたでしょうか。はい、未だコロナ禍のですね、終焉は見えてこない部分はあるんですけれども、売上高についても営業利益についても前年同期比でだいぶアップする形で着地ができましたし、一部こう不採算事業を経営方針の相違もありまして連結外にするなど、特にですね、連盟事業、それから直営店の事業が、堅調な進捗を見せましたので、第一四半期については順調な滑り出しだったのかなというふうに考えております。ありがとうございます。それでは続きまして、今回の第一クォーターについて3つの要点についてお伺いしたいと思います。まず1つ目、 IBJ の最大の強みは加盟店事業だと思いますが、そもそもの収益構造を他社と比較した場合、最大の御社の優位性についてお聞かせいただけますか。はい、まず加盟店の収益構造についてなんですけれども、こちら13ページにあります通り、フロー収益、そしてストック収益、この2つのですね、収益がございまして、フロー収益につきましては加盟金160万円、個人ですね、それから法人が320万円、これを頂戴する形で収益にしておるんですけれども、で後ほど申し上げますけれども、業界的な優位性がありますので、きちんと加盟金を頂戴できるというところがあるわけですね。そして新規開業件数についても、今期の目標は開業案件数月アベレージ100件、第一四半期は100件にちょっと満たない部分もあったんですけど、かなり去年に比べると件数を増やしてますので、このフロー収益が、安定的に見込めると。そして安定的といえばさらにストック収益の方なんですね。これは加盟店数というのはもうずっと継続的に増え続けておりますので、この加盟店数×3万円弱ぐらいのシステム利用料、これを本当に安定的に享受できるというところがメリットであります。でこちらもですね、サービスクオリティを向上する段階では、いくらかの値上げの余地というのはございますので、ストック収益もまだまだ向上が見込めると思います。そして優位性なんですけれども、業界とにかく最大のネットワーク、これが揺るがない最大のネットワークございまして、登録会員数 7.6 万人、そして、全体でのですね、成婚組数が1万飛んで402組昨年出てるんですけれども、これも日本の成婚組数、結婚組数の約 2%、 50組1組が IBJ から拠出している結婚カップルでありまして、競合他社にも追随を許さないような成婚組数となってます。そして加盟店へのサポート体制、すでに3200近くの加盟店があるんですけれども、この加盟店さんに対してのサポート体制を規模の拡大に応じてですね、徐々に高めていっているというところでございます。優位性について、もうちょっと詳しく説明しますと、まずこの業界最大のネットワークのところですね、これもアプリ、ウェブともにですね、婚活業界の DX 化を牽引するプラットフォームというふうに今回銘打っているんですけれども、会員さんの婚活行動を お相手紹介、あと会員様との連絡ですね、お見合いの日程調整、交際管理までも一元管理すると、これが非常に優れた、プラットフォームの機能でありまして、多くの加盟店さん、そしてたくさんの会員さんに、ご愛顧利用いただいているというところなんですね。そして2つ目は 7.6 万人の登録会員を保有するデータベース、これは婚活をしている会員さんというのはものすごくたくさんいるんですけれども、お見合いを前提にしてですね、結婚相談所に所属して、活動している会員さんのデータベースとしては IBJ が最も大きい
けですから、このビッグデータを蓄積しているというところがプラットフォームの強みであります。そして昨今の流行というかですね、旬である AI 分析、AI のマッチングもですね、件数を積み上げて精度を高めていまして、もうこれも長くやっていて何回かリニューアルもしてるんですが、 AI ルックス、そして AI ヒストリーというですね、高いマッチングを実現する、AI 機能があるというところがポイントであります。そして、婚活の DX 化に加えまして、実はラストワンマイルというかですね、最後こう背中の一押しで意思決定お客様がするところは、ここにはアナログな人海戦術でって書いてあるんですけれども、やはり加盟店のナコードさんが、人的なサポートによって差別化をしています。これももう皆さんのキャラクターであるとかやる気情熱というのが非常に大事ではあるんですけれども、全国ナコード5286人というですね、たくさんの人数のナコードさんが日々婚活サポートの担い手として IBJ の共通したサポートメソッドというのを展開しているんですね。ここにちょっと書いてあるんですけれども、一つ目は婚活のプランニング、きちんとプランするということですね。そして、お見合いのサポート、お見合いから交際の段階別のサポートのメソッドというのがあると。そして、交際から結婚の段階におけるナコード間でこうあうんの呼吸でですね、サポートを連携してやっていく、そういった部分の3つの成婚サポート、これが年間1万組以上の成婚を創出する秘訣となっているわけです。ありがとうございます。デジタルとアナログのハイブリッドサポートですね。そう言っていただけるとありがたいなと思います。はい、ありがとうございます。そういった加盟店へのサポート体制なんですけれども、やはりこのメソッドの今申し上げた浸透というのが非常に重要ではあるんですが、これをメソッドスクール、そしていろんなオンライン、オフラインでの研修会、勉強会によって、浸透を図っていることに加えまして、コミュニケーションをする勉強会クラブがあるんですね。これが非常に活発で盛んです。で、それに加えまして定例会や交流会といった本部と加盟店さんのトレンドを更新発信する会というのがあるわけですね。だからありとあらゆるこうサポート体制を確立していて、加盟店さんにとっても、そして、活動する会員さんにとってもプラスになることをどんどんこう発信交流していくというような仕組みができているということです。次に2点目です。中期経営計画でサブ指標であるマッチング会員数を修正されましたが、それ以外の指標は据え置きということでした。2027年に売上高300億円、営業利益50億円に向けた戦略を改めてお聞かせいただけますでしょうか。はい、まずそうですね、マッチング会員数を再策定しましたのは、比較的ライトなマッチングアプリを運営しているダイバース社を連結対象外にしたものでありまして、中継のところでは目標値を変えないということでやっていきたいなと。それは何といっても我々のこうメイン事業というかですね、コア事業というのは、成婚をたくさん生み出す直営店事業、加盟店事業のところでありまして、これを戦略に基づいてきちんと運営していけば、中期的には売上利益の目標も達成できるというふうに掲げているわけですと。でそのための戦略、こちらに書いてあるんですけれども、まず一つ目は、新たな集客チャンネルの開拓と書いてあるんですけれども、もう今マッチングアプリってものすごく多くの人に利用されてるんですよね。でこういった方々がマッチングアプリでこう目的や思いを遂げられる、すなわちいい相手に見つかるかというと、そうでもない人もたくさんおられて、マッチングアプリをもう経験した方が IBJ の婚活サポートを含むですね、結婚相談所のサービスに結構もう流れてきてるのが分かってるんですね。今や結婚相談所にお越しになる方のほとんどがマッチングアプリを一時的に利用して経験者であるということなんです。次の段階っていうね。はい。だからこういった方々を、自然な流入もありますし、タイアップすることによって、サービス経験者をこうアップセルできるような仕組み作りをしているということです。
そしてこの2つ目の戦略としてはですね、婚活の周辺領域、今までもあのライフデザインの事業の部分というのはずっとやってきたんですけれども、このライフデザイン事業もこのコロナ禍を経てですね、だいぶ事業のピボットを図りまして、婚活の周辺にある潜在的潮流というのが結構まだまだあるんだなということを捉えまして、収益化していこうというものであります。そして3つ目、加盟店への支援拡充。やはり何といっても全国で直営店よりもですね、加盟店さんの方が広く、そして多くの領域で展開しているものですから、この支援をどれだけこう拡充できるかというところがポイントになることと、その戦略4もすごく大事なんですけども、3と相まってですね、コーポレートブランディング、要するに結婚とか婚活イコール IBJ というブランディングの強化、認知度を高めることを今まで以上に注力しまして、IBJ という会社、そして加盟店の求心力アップを目指そうと、このあたりが中期計画達成に向けての具体的な戦略となります。ありがとうございました。続きまして3つ目です。前回から興味深いこの戦国戦略図ですが、また続きが出ましたね。今後は他連盟の中で協力者を増やしていくというお考えなんでしょうか。一部ですね、要するに IBJ の方針であるとか考え方に、共感していただけて、協力することによってお互いメリットがあるような、ネットワーク事業者、それからアプリ事業者についてもですね、協力を図っていくような具体的な話が出てきております。こういったことで他の連合軍と お見合いの会員数、それからお見合いの件数ですね、今は2番手と比べても8倍から9倍ぐらいの数の差はあるんですけども、さらにこう広げることによって、明確にですね、強みを発揮していきたいというところであります。さらに勢力が拡大していくという、ね、感じに、はい、そういったイメージで頑張っていきたい、はい、ありがとうございます。石崎社長、第2交代以降も非常に期待の持てる決算内容であったかと思います。本日はどうもありがとうございました。こちらこそありがとうございました。株主の皆様におかれましては、引き続き IBJ のご支援をお願いしたいと思いますし、末永く見守っていただきたいと思っております。ご視聴ご拝聴いただきまして誠にありがとうございました。